金中立金中立は朝鮮の独立活動家。画名は藁以い,らい環境難道婚の軍出身。幼少時代や家庭環境に関しては不明である。漢学を習って書道を運営し、1907年頃に進学門に目覚めた。書道近代式教育を実施する連盟学校に改編し、1909年に天ン教に入校した。 テント教途中、李ヒロ級系列が中心になった一審会が日韓合法上層文を提出して日韓併合条約締結を懇願するとテント教月報に内一審会という題目で一審会を批判する文を載せた。しかし、1910年の韓日併合条約締結以後既存のテント教団を通じた休国運動を悲観的に見るようになり、 帰郷後に独自の宇宙館を提立して、天と教教団の改革を促すなどの活動をし、天と教から放築された。結局1913年に元胸を創立した。1914年には元宗の武と,と共に北貫島へ亡命したが、学校を設立して民族教育を実施して、ために1917年に日本警察に逮捕され、極苦を経験した。 また、まじま地域を舞台で元胸布教活動をして、資本主義と帝国主義対する自分の理念を切破した。その思想は、農村中心の改革を通じて国家がない理想郷を建設するというもので、アナキズムと類似の側面があった。1920年元宗教徒を傾向して、大神団を組織した。大神団は基本的に思想団体であったが、 武装組織でもあり、1921年武装独立運動団体が連合して大韓国民団が結成時も参加した。以後、新風という雑誌を発行中、また逮捕されるなど、右与曲折を経験し、1929年に北満州の荒れ地に共同生産共同分配が成り立つ、理想的なオソン共同体を建設して運営した。 この共同体では普段教育と軍事訓練を行い、満州自編以後部隊を起こして日本軍と戦った。元宗部隊が日本軍に敗退して、えしりぞき共産主義系の独立運動部隊であるの、吉林岐国軍とリヒカリ部隊などと対立した。結局1933年、日本ソ連連合軍と吉林岐国軍に捕まって処刑された。 1977年に建国勲章独立証が追贈され、南陽州市に記念碑が建てられている遺構文集で笑い来週がある。ありがとうございます。